皆さんこんにちは。日本最後のミコチャンネルのミコと国際ジャーナリストのベンジャミン・フルフォードさんです。本日は Q&A セッションのコーナーになります。ベンジャミン様、ミコ様は在日特権についてご存知でしょうか？私はツイッターで見たのですが、税金や光熱費の踏み倒し OK、 生活保護費を月に50万円程度もらえるみたいです。他にも犯罪を犯しても実名報道されなかったり、このようなあまりに不公平な制度をなくそうにも一般人が声を上げたところで無意味だと思います。バックにいるのは一体何かご存知でしたら教えてください。うん、第二次世界大戦の時にアメリカ軍が日本軍と戦って、日本人が最後まで戦って死ぬわけ。生き残った人たちいたんですよ。なんであなた最後まで戦わなかったら、いや私関係ない、韓国人ですからって言って、あ、そうっていうことで、アメリカが韓国朝鮮系の人間を日本植民地管理の下請けの仕事を回してたんですよ。それが問題の根底、それはやっぱり正さないといけない。私は別に在日差別はあかんと思ってるし、日本と朝鮮半島仲良くする兄弟国家として密接な関係を持つべきだと思いますけれども、こういうバランスの悪い植民地代理下請けをやってもらうのはちょっとやめてもらいたいね。私がおおと思ったのは、北海道札幌市のドン・キホーテがあるんですけど、その上に高層マンションが建ってるんですけど、そこの高層マンションが日本人が入居禁止になったんですよ、マンション自体が。それはちょっとおおとは思いましたけど、でもその在日の方に対して身近に友達が結構いたので、結構優秀な方が多いんですよね。要はこれもすごく大事なのは、そのアジア人同士が団結しないためにわざと、僕は言うハザイルマフィア、韓国でも日本でもない人たちが日本と韓国仲悪くさせよう、例えば永遠に慰安婦問題とか昔の歴史のかさぶたをいじくっていじくってならないように、治らないようにしてる連中がいるのは事実なんですよ。まあ、元をたどれば中国の明の時代に明の皇帝は日本人だったんですよ。明の皇帝の帝政公のお母さんは日本人ですよ。あ、そう。なのでご先祖様は日本人ですよ。あんまり敵対する必要はないんじゃないかと思うんですよね。本来なら仲間として本来のあるべきな姿です、うん。中国も日本も韓国も北朝鮮も敵対心を煽られ続けてますよね。それ団結したら困るという欧米勢力がいるからですよ、うん。団結してしまったら白人人種のなんか立場が危うくなれて、恐れてる人たちがちょっとプロパガンダを行ってるっていう印象はありますね、うん。日本最後のミコチャンネルからお知らせです。YouTube ではガイドライン上規制がかかり削除されてしまう内容があります。その部分をカット編集して YouTube にアップロードさせていただいております。ノーカット版をご覧になりたい方は概要欄にて URL を掲載しておりますので、アクセスしてご視聴ください。